人魚姫は、デンマークのハンス・クリスチャー・ガンデル先作の動画である。1837年に発表された。探検を差し出す、姉たち王妃を失って、久しい男やもめの人魚の王は、母君に6人の娘の教育をしてもらっていた。人魚姫の姉妹は1歳ずつ年齢が異なり、毎年1人ずつ海の上に行った。末の姫は15歳の誕生日に登った海の上で、 船の上にいる美しい人間の王子を目にして恋心を抱くがその夜の嵐で彼の船はナンパシ王子は意識を失って海に放り出される人魚姫は文字通りすぐそばに来た彼が水中にいると死んでしまうことに気がつき一晩中海面に持ち上げ続けたが火が出ても彼が意識を取り戻さないので暖かい浜辺の方が良いだろうと考え岸辺において自分は離れて 様子を見ていたところ、近くの修道院から出てきた女性が王子に気がつき、連れて行ったのでそのまま、人魚姫は海の底に戻って行った。このことをきっかけに人間に強い興味を持った彼女は、祖母に人間についていろいろ質問したところ、300年生きられる自分たちと違い人間は短命だが、死ねば泡となって消える自分たちと違い人間は、 魂というものを持っていて天国に行くというので、それを手に入れるにはどうしたらいいのかと尋ねると、人間が自分たちを愛して結婚してくれれば可能だが、全く異業の人間が人魚たちを愛することはないだろうと、ほぼ不可能だと告げられる。そこで人魚姫は、海の魔女の家を訪れ、美しい声と引き換えに尻尾を人間の足に変える飲み薬をもらう。その時に、 王子に愛をもらうことができなければ、姫は海の泡となって消えてしまうと警告を受ける。さらに、人間の足だと歩くたびにナイフでえぐられるような痛みを感じるとも言われたが、それでも人魚姫の意志は変わらず薬を飲んだ。人間の姿で倒れている人魚姫を見つけた王子が声をかけるが、人魚姫は声が出ない。その後、王子と一緒に宮殿で暮らせるようになった。 人魚姫であったが、魔女に言われた通りに歩くたびに足は、激痛が走る上、声を失った。人魚姫は王子を救った出来事を話せず、王子は人魚姫が命の恩人だと気づかない。それでも王子は彼女を可愛がり、歩くのが不自由な彼女のために馬に乗せて、あちこちを連れて回ってくれ、また、彼女と溺れていたところを助けてくれた人が似ているとも言うが、それは、 浜辺で彼を発見、保護してくれた修道院の女性のことで、彼女は修道院の人だから結婚なんてできないだろうと、やや諦め君で僕を助けてくれた女性は修道院から出てこないだろうし、どうしても結婚しなければならないとしたら、彼女に、うり二つのお前と結婚するよと人魚姫に告げた。ところがやがて隣国の姫君との縁談が持ち上がるが、その姫君こそ、 王子が思い続けていた女性だった。身も知らぬ、姫君を好きにはなれないと思っていたし、心に抱く、思い人とは二度と会えないだろうと諦めていた王子は、予想だにしなかった思い人が、縁談の相手の姫君だと知り、喜んで婚姻を受け入れて姫君をお日に迎えるのだった。悲嘆に暮れる、人魚姫の前に現れた姫の姉たちが髪と引き換えに、海の魔女にもらった探検を差し出し、 王子の流した帰り地を浴びることで人魚の姿に戻れるという魔女の伝言を伝える。眠っている王子に探検を構えるが、隣で眠る姫君の名前をつぶやく王子の寝言を聞く。手を震わせた後ナイフを遠くの波間へ投げ捨てると、海はみるみる真っ赤に染まった。人魚姫は愛する王子を殺すことと彼の幸福を壊すことができずに死を選び、海に身を投げて泡に姿を変えた。 結局は、王子の愛を得られずに泡になってしまった、人魚姫だったが、彼女はそのまま消えてしまったわけではなく風のせいに、生まれ変わり、泡の中からどんどん空に浮かび上がっていった。どこに行くのか戸惑う彼女に精霊が話しかけ、それによると、あなたは、空の娘のところに行く、自分たちは、暑さで苦しむところに涼しい風を送ったり、鼻の匂いを振りまき、物を爽やかにする仕事をしている。 自分たちも人魚と同様に魂はないが、人魚と違い人間の助けを借りずとも300年、勤め続けることで魂を自力で得られる。あなたも今までの苦労でこの世界に来れたというような答えが返ってきた。生まれ変わった彼女は海の泡を悲しそうに見ている王子と花嫁を見つけ、王子の日となった姫君の額にそっと接吻し、 王子に微笑みかけた後新しい仲間たちと共に、バラ色の雲の中を飛びながら、あと300年で天国に行けるようになるのかなと、つぶやくと、先輩の精霊から補足が入った。魂を得られるまでの期間は、厳密には固定ではなく、子供のいる家で親を喜ばせて、慈しみを受ける子供を見つけて、私たちも微笑むと、試練の時は一年単位で短くなり、逆に、悪い子を見て、 悲しみの涙が流させられると一日ずつ長くなるのですよと。太陽に向けて両手を差し伸べたとき、人魚姫の方に最初の涙がこぼれ落ちたのだった。1837年4月7日、コッペンハーゲンの CA ライトスセルより、エインティア4トルト 4BRN3 に収録されて出版されたのが初出。エインティア、エインティア OG ヒストリア、こうしたバインドにも収められる。 本作はアンデルセンの失恋が原因で生まれた人魚はアンデルセン自身の投影というのが定説である。また人魚は下半身が魚の形で足を開けない。これは少女の暗湯とされることがある。人の姿になった人魚が歩くたびに足を痛めたのは処女喪失を表す可能性がある。その他この物語の最大の悲劇は言葉を失った人魚姫が 自らの存在の痕跡を語ることなく、消えなければならない点にある、とする研究もある。本作は、他の人魚文学と関連づけて考察されてきた。例えば、モニカシュミッツ、エモンズ、シーティファンウントセランティーファン、リタラリシャスピーゲロンインダウントオスラーフレムダ、オフロ構成、水の女アンドレアスクラス、ミリュンフラウン、ゲシヒテンアイガーアンマグライケンリーベなどでは、 本作を人魚文学の代表的作品として論じている。本作の直接の前身はアンデルセンが1834年に発表した儀曲アウネーテと人魚である。人間の女性と男性人魚の比例を扱った作品でデンマーク民謡アウネーテと人魚を源流とする。またフリードリヒ風家のウンディーネからも影響を受けたとアンデルセン自身証言を残している。 ベルンハルト・セベリン・インゲマンに宛てた1837年の書簡の中で言及している。人魚には不死の魂がないが、人と結婚することによりそれを獲得できるというアイデアは、ウンディーネなどから受け継いだ。ただし、本作に先行し、また影響を与えた、デンマークやドイツの人魚文学には、人魚姫が空気の精霊その他に転生するという内容は存在しない。 ジナイーダ・ギッピウスの聖なる地は幼いルサールカが人間のみに与えられた不死の魂を獲得するために受診を希求するという内容を持つ。ギッピウスが本作を読んだという記録は残っていないが、19世紀末の時点でアンデルセンはロシアでもよく知られ、翻訳も存在した。聖なる地はギッピウスによる本作の引用と再構成であるという考察がなされている。 村上春樹の国境の南、太陽の西において、島本さんの足が悪いという設定は、本作を物語のテンプレートとして使用しているとすると説明がつく。コッペンハーゲンには人魚姫の像があり、有名な観光名所となっている。ありがとうございます。